今日の道内は上空に高気圧が張り出した影響で気温が下がり、札幌や函館など35箇所で今シーズンの最低気温を観測しました。今朝の十勝の陸別町です。地表から熱が放出されて冷える放射冷却現象で気温が下がりました。最も気温が低かったのは釧路の標茶町でマイナス8.4度、陸別町もマイナス7.2度まで冷え込みました。4月からずっと来て初めての冬なのでやっぱ他とは違うなとは思いました。こんなに気温が下がること静岡じゃないので。また札幌や函館など道内35の地点で今シーズンの最低気温を観測するなど、全道各地で本格的な冬の始まりが訪れています。